そうですか。ルティネー、呪文教えて。リム、頑張って覚えるのよ。お願いします、ルティアさん。実はつい先ほど、この村でもバカラス病が確認されたのです。私はその方に治癒呪文を施しました。ですが、治すことはできませんでした。そんな…どういうことですか？わかりません。ただ、今回のバカラス病が以前のものと違うことだけは確かです。治癒呪文は病の根源を知り、理解し、呪文に組み込むことで初めて完成するもの。新しいバカラス病を治すには、新しい根源を知らねばなりません。新しい根源って？それが、わからないのです。わからないことは、じいちゃんに聞くのよ。じいちゃんはいろいろ、物知りさんなのよ。そっか、ギムドさんなら。よし、今すぐトリオムに戻ろう。お待ちください。どうかこれを。呪文石。さすがはリムちゃん、すぐ分かったのね。簡単なのよ。呪文石？治癒呪文を完成させるには、病の根源を見つけ、持ち帰らねばなりません。呪文石は、そのための入れ物。サンプルケースみたいなものかしら。これに、病の根源を入れてくればいいんですね。そうです。本来なら、私が行くべきなのですが。任せてください。僕たちには、リムという頼れる仲間もいますから。仲間…仲間…仲間…ほっぺがなんだか緩むのよ。おやおや、仲間がそんなに珍しいんですか？フェイズはいいの。あなたとは、一度本気で語り合いたいものです。それじゃあ、みんなで村に帰るのよ。遊んでいる。
行くぞ！
事で何よりね。ここが攻め時よね。かかってこい。
でしたね。いいね、この感じ。少しはみんなの役に立てるかな。でしたね。
遊んでいる暇はないって。ずいぶんと手応えのない相手でしたね。病の根源などと言われても、正直私にはまるで見当がつきません。ただじいちゃん大丈夫だリムル。申し訳ない、以前お話ししそびれていたのですが、数ヶ月ほど前、この地に星の船が落ちてきたのです。なんだって？星の船って、私たちの他にもですか？それからほどなくのことです。見たこともない魔物が現れ、病にかかる者たちが出てきたのは。魔物、それに謎の病。偶然にしては出来すぎていますね。ねえ、エッチはどう思う？エッチ？ねえ、ちょっとエッチ。ああ、僕もその星の船が気になるよ。つまり、星の船が病の根源を持ち込んだと。調べてみる価値はあるんじゃないかしら。ギムドさん、その星の船はどこに？リノア山脈に落ちました。噴煙の谷を越えた先、かなり険しい道のりです。しかも、多くの魔物が救っており。問題ありません。任せてください。なんとお礼を申し上げればよいか。どうぞ、これをお持ちください。噴煙の谷を抜けるのに必要な。じいちゃん。じいちゃん、じいちゃん、しっかりしてなのよ。リムル、君はギムドさんのそばにいるんだ。病の根源は僕たちで何とかするから。大丈夫、すぐに戻るよ。安心して待っていてくれ。すまんリムル、もう収まった。強く、そして優しい方々だ。人のため、ためらいもなく基地に飛び込む。やはり天が使わした神なのかもしれぬな。違うのよ、エータンたちは神様なんかじゃないのよ。エータンたちはね、仲間なのよ。
てもいいのだよ、リムル。じいちゃん。誰にも心を開かなかったお前が、あの方々には自然な顔を見せる。わしはそれが嬉しい。でも。お前が治してくれるのだろう。すぐに元気になるよ。レイミ。何？星の船ってアキュラじゃないかな。様子がおかしいと思ったらそんなこと考えてたのね。そんなはずはないわ。星の船が落ちたのは何ヶ月も前のことなのよ。そうでしょうか。え？僕はエッジさんの推測が的外れとは思えません。ワープ工法はいわば時間を歪めての移動です。ですからもしその移動中に誤りが生じたならば、異なる時間の流れに行き着くことも考えられます。例えば一瞬のズレが数十年単位の誤差を生むことも。そうよ、エレーミア。エレーミアがどうした。あっ。共にワープ異常となり同じ惑星に墜落したのに、エレーミアのクルーは単独行動をとっていた。私たちと合流しようともせず。それはどうして。考えられる答えは一つ。彼らがワープアウトしたのは僕たちが到着するより前の時間軸だった。そういうことですよね、フェイズさん。その通りです。やっぱりクローの船かもしれない。でもだとしたらどうして。エータン。リム。忘れ物なのよ。仲間を忘れているのよ。確かに仲間を忘れちゃいけないな。それじゃあ行くのよ。
ゴー！お腹空いたのよ。これはなかなかです。こんなんできましたよ。いいんじゃない、こういうレシピも。すんごいレシピ、期待してるからね。ゴーゴー。これどうかな。お腹すいたのよ。これどうかな。やりました。よっしゃー。努力は認めてあげるわね。いいんじゃない、こういうレシピも。これどんだけ役に立ちそう。さあ頑張って、アイディア絞り出していきましょう。気合い入れろよ。調子いいみたい。この程度で満足かしら。努力は認めてあげるわね。行ってみよう。気楽に行きましょう。気合い入れろよ。やったのよ。調子いいみたい。こんなんできましたよ。すんごいレシピ、期待してるからね。行ってみよう。気楽に行きましょう。お腹空いたのよ。バッチリだ。バッチリだ。こんなんできましたよ。いいんじゃない、こういうレシピも。何かいいアイディア持ってる人。なるべく早く決めてよね。さて何を作ろっか。何が欲しいの。一人でできるかな。こんなんできましたよ。何か作るの？何か作るの？マジっすか？そうきますか？じゃじゃーん！アイテム完成！you
これ使えそうね。
しんでて。随分と手応えのない相手でしたね。手応えのない相手でしたね。
ない。Thank you.
剣。ひどいもんだな。一体何があったのかしら。艦内は魔物の巣窟、乗組員もおそらくはアキュラでなくてよかったけど。ダウンロード終了です。お疲れさん。どうしたフェイズ。顔色が悪いですよ。変なもの食べたのよ。拾い食いはお行儀悪いのよ。これからモニターに出すのは監視カメラが捉えた一部始終です。これはカルディアノン人、この艦の乗組員です。アルクトゥルス8号星カルディアノン、そこを本星とする、まあ異星人です。僕も初めて見ました。環境みたいね。始まりますよ。これは。映像はここまでです。環境が破壊され、直後に艦は落ちたようです。なるほど。どういうこと？何が起こったの？この間で。ねえエッジ。見ての通りさ、カルディアノン人はトカゲ人間に変貌し、殺し合いが起きた。そしてこの星で暴れ回ってる。おそらくとんでもないことになりましたね。どうするのエッジ。決まってるだろ。病の根源を探す。僕たちはそのために来たんだ。そうよね。リムちゃんの星の人たちを助けなきゃ。よし、決まりだ。このまま先へ行くぞ、みんな。
と来い。行くぞ。
手応えのない相手でしたね。日々訓練あるのみです。エータンのおかげなのよ。ここで遊んでいる暇はないんだ。練習の成果を出せるか。まだまだ、いくらでもかかってこい。Thank you.
ない相手でしたね。いい気分なのよ。相手でしたね。いいね、この感じ。少しはみんなの役に立てる。手応えのない相手でしたね。